はい。それでは、単語を一緒に読んでいきましょう。会います。会います。謝ります。謝ります。信じます。信じます。用意します。用意します。キャンセルします。キャンセルします。 ちゃんときゅうに急に急にちゅうしちゅ係係てんかかり,かかりい電話 間違い電話贈り物贈り物保証書保証書領収書領収書キャンプキャンプ優勝します。 優勝します。目が覚めます。目が覚めます。なります。なります。セットします。セットします。眠ります。眠ります。うまくいきます。 うまくいきます。楽しみにします。楽ししみにします。スタート、スタート。レバー、レバー。殺。殺。悩み、悩み。 係員係員。大学生大学生。答答。それでもそれでも。い、い、 目覚まし時計、目覚まし時計、コース、コース、以上、以上。はい。では、強い確信を表現する、伝文を表現するところです。こちらの 例文を見ましょう。動詞普通形はずです。い形容詞普通形いはずです。な形容詞普通形なはずです。名詞普通形のはずです。この4つを使って強い確信を表現することができます。はい、それではこちらから例文を見ていきましょう。彼は きっと来るはずです。動詞の普通形はずです。来るはずです。これはきっとという強い確信を表しています。彼は来ないはずです。こちらでは内形に接続しています。これも強い確信を表しています。社長は忙しいはずです。この 忙しいという意見容しも、こちらにのがいりません。このように忙しいはずです。と接続します。東京は賑やかなはずです。賑やかなというな形容詞は、なを入れます。彼は大学生のはずです。大学生という名詞の後ろには、のをつけます。このように、 変形が複雑ですので注意していきましょう。そしてもう一つ。普通形、そうです。で、伝文の意味があります。このそうですは別の動画でも紹介していますが、様体というもう一つの意味があります。こちらでは普通形にそうですをつけることで、 伝文という意味を勉強していきます。では実際に例文を見ていきましょう。彼は来るそうです。私は友達から聞きました。彼が来ます。これが彼は来るそうですという意味です。彼は来ないそうです。普通形ですので来るという辞書形。 来ないという内径の後ろは、そのまま、そうですをつけます。社長は、忙しいそうです。同僚に聞きました。社長は今、どこかで仕事をしています。忙しいです。社長は、忙しいそうです。人から聞いた話です。そして、忙しいという意見よしの中にも、のはいりません。東京は、賑やかだそうです。 私は東京に行ったことがありません。人から聞きました。賑やかです。これが東京は賑やかだそうです。というものです。賑やかなという名形容詞の後ろは、だに変わりますので注意が必要です。彼は大学生だそうです。こちらも大学生という名詞の後ろに、だ がついていい。ててますので、注意してくださいはい、それでは一緒に読んで発音の練習をしましょう。彼はきっと来るはずです。彼はきっと来るはずです。彼は来ないはずです。彼は来ないはずです。 社長は忙しいはずです。社長は忙しいはずです。東京はにぎやかなはずです。東京はにぎやかなはずです。彼は大学生のはずです。 彼は大学生のはずです。彼は来るそうです。彼は来るそうです。彼は来ないそうです。彼は来ないそうです。です社長は忙しいそうです。 社長は忙しいそうです。東京は賑やかだそうです。東京は賑やかだそうです。彼は大学生だそうです。彼は大学生だそうです。 はい。それでは、水量を表現するというものをやります。動詞の普通形、ようです。異形容詞の普通形、い、ようです。な形容詞普通形、な、ようです。名詞普通形、の、ようです。そして、副詞に、どうやら、どうもを使います。この、どうやら、どうもは、両方とも使えます。こちらが、 肯定です。こちらが否定です。わかりやすいように左側にどうやら右側にどうもをつけていますが、どちらでも使うことができます。それでは実際に例文を見ていきましょう。子供は寝たようです。どうやら子供は寝たようです。何かの原因、理由から推量をしています。 どうやら外は寒いようです。例えば私は外を歩いている人を見ました。洋服をたくさん着ています。どうやら外は寒いようです。このように推量をします。どうやら彼は元気なようです。彼は昨日病気でした。今日は運動しています。 そこで私は推量します。彼は元気なようです。どうやら間違い電話のようです。知らない人から電話がありました。その人が何かわからないことを言っています。そこで推測します。間違い電話のようです。このネタは多形です。寒い は、いい形容詞です。元気なは、な形容詞です。間違い電話は、名詞です。この接続の仕方に注意してください。そして、否定形の方をします。どうも犬はご飯を食べないようです。いつもは犬はご飯を食べます。 今日は元気がありません。寝ています。犬はご飯を食べないようです。このように推量しています。どうも彼は面白くないようです。彼は今日元気がありません。一人で部屋にいます。きっと彼は面白くないと推量しているのです。 どうも部長は暇じゃないようです。いつもは部長は会社にいます。でも今日は出張しています。そこで推量します。部長は暇じゃない。と私は思っているのです。この「暇な」のなけよしの否定形は「じゃない」ですので注意が必要です。 どううも、領収書じゃないようです。私は領収書をもらいました。よく見ると違う紙でした。ああどうも領収書じゃないようです。と推量をしています。こちらを見てわかるように内径にはそのまま「ようです。池はくないよう」です。 な形容詞は、じゃないようです。領収書という名詞は、じゃないようです。このように接続が一つ一つ変わりますので、注意が必要です。はい、それでは一緒に発音の練習をします。子供は寝たようです。どうやら子供は寝たようです。 外は寒いようです。どうやら外は寒いようです。彼は元気なようです。どうやら彼は元気なようです。間違い電話のようです。 どうやら間違い電話のようです。犬はご飯を食べないようです。どうも犬はご飯を食べないようです。彼は面白くないようです。 どうも彼は面白くないようです。部長は暇じゃないようです。どうも部長は暇じゃないようです。領収書じゃないようです。 どうも、領収書じゃないようです。それでは皆さん、できましたか